はい、それでは塾長、タイトルコールお願いします。広島カープ塾、始めます。今日はですね、やっぱりもう一回ちょっと収録してるんですが、やっぱりカープの緊急事態、まあ深刻に捉えれば31イニング無失点、点が取れてないと、はい、いうこととか、まあ大瀬良投手が怪我で、登板回避、もしくは田中選手が、状態の悪すぎ、まあ、これは特に走攻守、はい、多分もう批判の矢面に立たざるを得ない、まあ、負けの原因と言われてもしょうがない状態の悪さは結果としてはなってます。あと松山選手の結果とか、クロン選手、そうですね、クロン選手、あと堂林選手が思ったより打撃状態が上がってこないので、7番、6番、7番でちょっと使えない。はい、そうですよね。あと、長野選手がやっぱり2年目、まあ、そうは言ってもね、なんとなくごまかしながらヒットを出しながら結果を出してるんですけどね。初球と堂林選手よりも長野選手が、もしかしたら悪いのかもしれませんけど、数字は出しますよね。数字は出すなと。だから、やっぱり例年の長野選手もっと悪いんですよね。堂林選手ぐらい悪くて、夏場に数字を合わせるんですが、今年4月の段階でかなり数字は合わせてますので。2割5分以上打ってますからね。なので、さほどここも、まあ2年目悪い。はい、学年的に言うと、まあ、長野選手がこれぐらいやってくれれば、私としてはですね、いいかなとは思っています。それと、多分これ、収録、木曜日の先発が誰かっていう収録をさせていただいたときに、やはり2戦負けると3連敗が怖いという話は私、したと思うんですけれども、やはり2連敗したなって。っていうのが正直今の阪神とカープではこれは出てしまうかなと。というのは森下投手の、まあ、当然このスライドの問題というよりかは、やはり2年目でそうは言ってもこうものすごい競合されてドラフト1位で入った投手ではないので、さすがにどっかでは打たれる。で、シーズン通せば7敗ぐらいはするんですね、うん、対戦チームがどこであれ。そうですよね。これ面白いもんで、開幕最初の第1回目の時もその西投手と森下投手でカープ勝ったじゃないですか、最初、はい、で次やってましたけど、同じ人間同士がやってるように見えないですよね。これが野球調査ですね、勢いとかね、そうです。で今回は甲子園でしたし、うん、やっぱりここら辺はまあ負けてもいいとは言いませんが、貯金にもありましたので、あと塾長、こう今ね DeNA が最下位ですと。で、まあ勝率で言うとどのぐらいですかね。18だから、はい、勝率がもう2割いかないですよね、今の。そうですね、借金10になったと思いますので、はい、でいかない。今阪神と戦うと、もう全く勢いからすると阪神がものすごく強くて DeNA が全く弱いってこと、今この瞬間ではそうですけども、夏ぐらいだったら真逆になってて、
もう DeNA がやれば阪神に勝つみたいな状況もあるかもしれないわけですね。あるかもしれないんですね。これがこうシーズンとか野球の面白さなんでしょうね。そうなんですよ。で、今年のゲームチェンジは多分開催されるというか、されなくても今シーズンの日程はもう組まれていることを考えると、ゲームチェンジはオリンピック休みを組まれている3週間なんですね。そうですね、はい、そこはまずですよね。つまりこれ阪神が13ゲーム差ぐらいで首位を優勝できそうで快走してるときにオリンピックがあって、まあ、その時は試合した面があるんですが、やっぱりジャイアンツにひっくり返されてるんですよね。うん、なのでこのオリンピックっていうのは、やはり上にいるチームにとっては試合を消化してなるべくこのゲーム差を維持したいと思うんですよね。たった1日だけの雨の日によるスライド登板でもリズムが崩れてしまうんですから、オリンピック休みなんて崩れて当然ですね、チームごと。そうですね、特に、まあ、そういう、まあ、特に時期的にですね、各球団選手の疲労による怪我人が多い時期です、うん、通常は10日ですけれども、3週間あるとある程度の怪我の選手がじっくり治して戻ってくるんですよ。そうですね、しかも状態まで戻して戻ってくる可能性があるわけです。試合で状態を戻すのではなくて、はい、そうです、ここがですね、下でやってるもんですから実は体力が温存されてるんですよね。そうです、それと大きいですよね、はい、そこが怖いので、まあ、カープとしてはそうは言ってもやはり上にいる方がひっくり返されるリスクがある戦力ですので、やっぱり下からまくり上げていった方がいいので、まあ、はい、そうです。ただカープが死守しなきゃいけないのは、私借金1だと思ってるんですね。うん、5割ではなくて借金1と思ってるんです、はい、なぜなら5割を死守するっつって借金1になった瞬間に結構のチームが落ちちゃうんですが、借金1って1勝すら5割に戻るんで、うん、そうですね、借金1で我慢していれば上を追いついていけるんですね。5連勝でも6連勝でも引っかかればいいわけです。そうですね、一勝1敗でいけば借金1のままならどっかで5割に戻りますので、ただ借金2になると2連勝しないと5割にならない、要は2勝1敗ではダメなんですよ、3連戦あった場合に、はい、そうですね、3連借金1っていうのが5割だと、要は初戦を通して5割切っちゃったりすると結構ダメージがでかいんですが、 3.1 でいいと思うと結構負けられるんですね、うん、そうですね。あ、これね、解説者とかみんな5割5割言ってますけど、大体のチームが5割死守して借金2になった途端にどの強いチームもなかなか上がれなくなってるんです。うん、上がろうとしても結構な日数、試合数使ってしまうってことですね。そうなんですよ、ね、なので今のカープは大事なのはあさってのゲーム、うん、要はどんなゲームでも今のカープの状態だと多分4連敗とか5連敗っていうのはありえるわけです。で、5連敗っていうのは大きすぎるわけですよ。どっかで3連敗して2連敗って可能性です。で、4連敗っていうのはまあちょこちょこある話です。チーム状態が悪かったり、チーム状態が良くても相手との兼ね合い、エース同士の対決で接戦で負けちゃって結果4連敗みたいなことがある。エースだから全部勝つわけないしね、当然ね。ないです、はい、通常は互角ですから、
はい、そうですね。その流れで、うん、今カープは悪いので、4連敗までは多分いいでしょうと。で、なんでここ借金1でいいくて、なぜ大丈夫かって言ったら、土曜日来る投手で勝たない、勝てばいいだけの話なんで、そうすると5割に戻りますので。そうですね。要するに、今のカープは、そうは言っても多分、まあ、怪我でいろいろ選手が抜けますけれども、床田投手と、栗投手と、森下投手、これである程度3勝計算すれば、あとの3人で3敗であれば5割ですから。この3人で3勝はとしても2勝は堅いんでしょうね、統計的には、ね。できると思うんですね、対戦チームによっては。で、はい、当然、3勝といっても全勝するわけではないので、うん、打線のカバーで、まあ、今回投げてくるであろう遠藤投手とか、うん、高橋光也投手とか、はい、ネバダウスカス投手、もしかしたら今の2軍の状態だと岡田投手の1軍もあると思います、うん、この時にこういう投手でも勝たないと当然クライマックスも優勝もないわけですよ。そうです、ね、裏3本と言われるというか、はい、裏3本と言われるような、まあ、力が落ちる投手も拾っていかないと優勝はできないですが、今の状態が悪いときにどうするか、はい、裏3本でやっぱり勝率5割は取りたいですよね、やっぱりね。なるべく5割そうです、欲しいですよね、欲しいです、うん、そうすれば戦える。そうです。でカープは今年後ろはある程度戦える戦力になってますので、はい、こういう面では今の、まあ、カープの力で言うと、ある程度ここまで5割というのは、うん、まあ、最初が良くて、貯金からスタートしたんで、その後5割で貯金に維持してほしかったなとは思ったんですが、やはり阪神の状態が良いとこで甲子園でぶつかってしまったなと。まあ、これ逆もありますからね、でこれをひっくり返すカープの状態じゃないわけです。松山選手とか打点取る選手はいない上に、なかなかランナーが出ない状態にもなってしまった。もともとランナーたくさん出しても点が入ってない状態から出なくなりましたので、さらに火曜日、水曜日、木曜日は、まあ、裏目ですからね、カープの投手陣っていうと、金、土、日が重くでしたからね。ダブル。で、ここら辺は、緊急事態ですけれども、今シーズンは戦える戦力ですので、このあと、崩れていかないように、やはり、借金1を目指しておけば明日負けても大丈夫。でも遠藤投手ですから、あの塾長、あとはですね、この、まあ、新人3人ですね、栗林投手から大西投手、ね、はい、森田投手、これは少し休ませられてたですか、負けが完全に温存に入ったんですね。これ良かったなって気がします。ちょっと疲れきてました、3人ともね、そうです。これは緊張感からの疲れから解放されたと思いますので、よかったんじゃないかなと、ここであとはカープは次、来週に調整期間として、ローテーション組み直すと思いますので、そうですね。これ新しいローテーションについてはまたちょっとしばらくしたら塾長に話してもらってもいいかもしれないですね。そうですね、一回ここは日曜日まで誰が投げるかにはよりますけれども、今のカープベンチが大瀬良投手が戻っ、まあ、2回ぐらい飛ばす事態が想定してあるのかなというのはですね、遠藤、まあ、今回スライドの関係上、遠藤投手、栗投手、森下投手、床田投手、これを中5日にして
戻すのかなと、うん、要は火曜日森下投手、うん、水曜日床田投手で、うん、明日金曜日ですけれども、これを木曜日の遠藤投手で、金曜日、うん、要はもともとの開幕と言われる頭のところを栗投手っていう、うん、この4人を去年経験、まあ、中5日の経験かどうかは別にしてローテーション経験してるこの4人なら中5日にできるなら、うん、高橋光也投手ではなくて木曜日の先発予定で1軍上げましたから、うん、明日の金曜日でも良かったんですが、一軍でローテーションで投げてないので、はい、そうですね、ここをずらしたのかなと。でここ日曜日誰が投げるか分かりません。あの岡田投手先週の日曜日良かったので、うん、実際ここを見てからちょっと来週9連戦に向けてのローテーションの組み替えはこうなるのかなというのが分かってくると思いますので、そこで改めてはとりあえずなんか先発6人のうち2人がいなくなりましたと、一旦大瀬良投手と野村投手です、はい、でその枠を 2つのうち2分の1番をまず遠藤投手ということが分かりましたよと、はい、でもう一つの1人は高橋光也投手だったかもしれないんですけど、どうも違いそうな感じがしますね。そうですね、あの高橋光也投手は中村優太投手で埋めてる予定ですから、はい、あ、これ、あ、すいません、3つ目テストなんですね。だから大瀬良投手、野村投手、中村投手と、でそのうち3つのうち1つは確定したと、遠藤投手ですと、はい、もしかしたら中村優太投手の枠を高橋光也投手という話もあったかもしれないけど、ちょっと流れそうな気がしますね、今の1軍で。そうですね、今の状態だと一回流すんじゃないかなと、2軍で登板させてどこかに入れないと、はい、登板感覚上もこれリリーフで使わない限りは2週間ぐらい投げない事態が生まれそう。はい、そうすると3分の1は埋まって3分の2どうしますかというところで、まあ、大瀬良投手の怪我の状況にもよりますけども、一つはネバラスコス投手という可能性が高そうですね。はい、私はあると思います。でこれ3分の2が埋まりましたと、もう一つ あの1枠3分の1をどうするかというと、中5日で回したり、まあ、雨が降ったりとかいうことでなんとかやりくりするか、もしくはもう一人誰かを先発させるか、そのコロニエル投手とかあるかどうかですかね。そうするとね、今の後ろだとコロニエル投手は前に持ってこれないでしょうね。そうするとやはり高橋光也投手が3枠に入る可能性はありますね。入る可能性はあると思います。あのコルニエル投手を先発にするんであれば、よほど、はい、2軍のもともと実績があると言われている中崎投手、一岡投手、今村投手、菊池康則投手、これによほど使える目処がないと、うん、そうですね、菊池はもう一つ 3枠目のところはもしかしたら岡田投手の可能性もありますよね。あると思います。カープとしてはコルニエル投手の先発は入れたいと思って一軍に入れて登板させたと思うんです。ところがですね、ここも一枚島内投手が抜けちゃったんです。そうですね、開幕の予定から、この時点でそこにコルニエル投手を入れたんですが、今の状態の使い方だと多分ケムナ誠投手とコルニエル投手が入れ替わる可能性が高いわけです。負け試合の6、そうですね、勝ちゲームのもう後ろの方にコルニエル投手を入れようと、はい、
はい、そうですね。ただ今負けゲームで使ってるのは多分、まあ、フランサ投手にも言えたんですけど、ランナー出た時の、まあ、牽制とか、やっぱりその、まあ、日本人的でいうピッチャーの所作みたいなところがやっぱり足りないところの経験を今埋めさせてるのかなと、登板させることによって守備とか、そういうことですね、守備とか、そうです。なのでこの後、まあ、だから今日みたいに登板イニング的に投げさせられる場面だと、勝ってる負けてるに関わらずコルニエル投手は投げさせるのかなと。そうですね。今日はもう 4-0 で秋山投手でしたから、まあ、コルニエル投手にしたんですが、もしこれ 2-0 ぐらいだったら、逆に8、ケムナ誠投手が先に投げていて、逆に後ろ8回とか、負けてた9回ぐらい、8回裏ぐらいに、逆に 2-0 で負けてるぐらいだと、そこの位置の方が、もしかすると、コルニエル投手だったのかなと。そうですね。今は、もうとにかくコルニエル投手を、まあ、連投はなるべくね、4連投とか5連投にならない。ようにしながらとはいえ、出せる場面があったらどんどんベンチとしては、使いますと。むしろじゃあ、まあ打たれるって意味じゃなくて、ランナーがいるところでのとかセットとかですね。そうですね。あとは守備とかですね、打たれた後のピッチャーゴロの処理とか、そういうことをいろいろ経験してもらうことがカープとしても望んでることなんですね。望んでることです。ですので、そういう登板を今、登板数を、重要視しているので、今日のゲームでいうと、勝ちゲームの発想で言えば投げないっていう発想でしょうけど、今の状態では登板数を考えると、当然火曜日流れて投げてませんので、これは使ってきたのかなと。例えば土のグラウンドである甲子園の方を経験させておきたいとかあるでしょうしね。そうです、でこれであれば まあ、当然この後、16日ですか、はい、金曜日からの中日戦は、別にコルニエル投手勝ち試合であれば使わなくていいわけです。なぜなら森浦投手、大西投手、栗林投手、あと堀江投手、勝ちゲームのピッチャーみんな残ってますから。今日使って明日使わなければ連投にはなりませんので、また同日で月曜日移動日ですから、はい、やっぱこういうことも考えて起用して、多分交流戦ぐらいには先発できればしてほしい、それには2軍の中辻陣誰か1軍来てくれって待ってるのかなと。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。